Hello everyone, this is Colin's channel. 本日はよくリクエストをいただくんですけど、私が IB 試験に向けて使っていた勉強の効率を上げるアプリやウェブサイトを紹介します。もちろん IB 試験じゃなくても使えますけど、後の方に紹介するウェブサイトは IB 専用なので、学生の皆さん興味ある方はぜひ最後までご覧ください。まず一つ目がよく登場してくるクイズレットです。これは高校生が開発したウェブサイトアプリだと思うんですけど、すごく万能で、要するに自分でフラッシュカードを作れます。ウェブサイトでもありますしアプリでもあるので、私は携帯で移動中でも勉強していました。他の人たちが書いたフラッシュカードが公開になってたりすると自分も使えるんですね。でも私的にはノートからそのクイズレットに打ち込む時の読み直しとか繰り返しの作業がすごく重要だと思っているので、暗記したい方は誰かがすでに作ってたとしても自分の言葉で打ち込んで、フラッシュカードやゲームで楽しく勉強するといいと思います。フラッシュカードって素晴らしいですよね。裏面が見えないことによって一回考えるチャンスがあるので、そこで自分のミスなども判明するのですごく便利です。もちろんフラッシュカード以外にもゲームの機能だったりテストの機能もあるので、私の場合フラッシュカードから復習を始めて、テストやゲームでもう少し強く叩き込んで、最後にフラッシュカードの裏面のその説明文を正しく打ち込めるかテストします。次、私を作ってくれたのは Reddit です。これは5チャンネルみたいな掲示板のウェブサイトなんですけど、何に関してもトピックがあります。 IB 専用のトピックももちろんあるので、そこから過去問を得たり情報を収集したり、そして一番ありがたかったことは科目によっての掲示板もあるんですね。私がよく使っていたのはビジネスの掲示板なんですけど、何百人か知らないんですけど、みんなが協力して書いたノートを公開してくれたり、 IB から渡されたケーススタディにちなんでこういう質問が出てくるんじゃないかなっていう予想を皆さんもシェアしてくれるので、いろんな視野から問題だったり科目に関して見ることができるのですごく便利でした。例えば今年の11月試験を受けるよって方は Reddit November 2020 IB Exam と検索すると、その時に受ける人たちの自分と同じ状況に置かれている人が何千人何万人もいるというか分かります。孤独感もなくしてくれるよねみんなで試験に向かってる感じ、団結力、ネットって最高。次のウェブサイトは数学に関するものなんですけど、 Symbol Lab といって方程式を解決してくれるウェブサイトです。方程式っていうのかな、文章問題は無理なんですけど、解けない問題があったらそれを全部打ち込むとステップバイステップで説明付きの答えを教えてくれます。なので x がわからない場合、その方程式を丸ごと入れると x イコールないで答え、さらに説明もつくので、正解にたどり着けない場合どの段階で間違いを犯したのかをチェックすることができる優れたウェブサイトです。エクエーションソーバーのウェブサイトいくつかあるんですけど、私はこれが一番好きです。答え方を無料で見せてくれるのでありがたいです。次はケミストリーを取っている方ならありがたい Richard Thornley っていう YouTuber YouTube チャンネルです。この方はケミストリー以外にもやってると思うんですけど、先生も授業中で見せてくれるほどトピックをすごく簡潔に分かりやすく理由もありつつ説明してくれます。 Khan Academy っぽいかな、短くてビジュアル付きなのですごく分かりやすいです。 KEM の HRSL 全てカバーしてくれるので、トピックごとに再生リストも作られてるんですけど、もちろんそれも全部見ましたし、分からないところ、特にハイブリダイゼーションを私苦労したのでその動画を何度も何度も見直しました教科書より私はこの方の説明がすごく分かりやすいと思ったので、復習や予習にもぴったりだと思います。もう一つ KEM のものがあるんですけど、ノートを書くときに参考にしていた chemguide.co.uk というサイトです。具体例があったり図付きで説明も分かりやすいので、ノートを取るときは私は授業からのメモと教科書を使うんですけど、このウェブサイトもソースとして引用していた部分もありました。そして最後は中国語に関してなんですけど、中国語も英語も言語って難しいんですよね。練習するのみですから。yellowbridge.com っていうウェブサイトは中国語の単語を調べたいとき、翻訳をしたいときに大変役に立ちました。ありがとうございます。Google Translate は終わってるとみんなもご存知だと思うんですけど、このウェブサイトだと類義語、例文、ちゃんとした書き順、細かいところまで見れるので、単語を調べたいとき、英語から中国語に翻訳したいとき、また逆の場合もただ翻訳するだけじゃなくて、その他の意味だったり使い方も分かりやすかったなと思います。私がよく使っていたのはこの Dictionary 辞書の
ページなんですけど、他のページもあるみたいなので、中国語に苦戦している方、中国語をやっている方、ぜひチェックしてみてください。中国語の文法って独特ですし、単語を調べても文のどこに置くかはやっぱりネイティブの人に聞いたりしないと分かりにくくて、単語一つ一つはグッドでも文章にまとめると意味不明っていうことがしょっちゅうあったので、ちゃんと例文を出してくれたり、こっちの方が中国語のニュアンスと正解かもと思う単語が表示されていると、論文のレベルアップにもつながると思います。以上で IB 試験勉強に役に立つアプリやウェブサイトを紹介したんですけど、勉強の効率を上げるために私がよく使っていたのは SNS をブロックする Googleクロームのエクステンションですね。それはアプリとかサイトではないので紹介しなかったんですけど、タイマーとか SNS をブロックする機能、勉強時間を測るアプリなども、今日こそは集中して勉強やりたいという方におすすめです。勉強関連の動画を再生リストにまとめましたので、ぜひそちらの方も見てみてください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価お願いします。ではまた、バイバイ。